中日愛が限界突破した他球団選手が現れる。はよこいや。カープの栗林さん。広島カープに所属している栗林選手がサンドラに出演したトヨタ自動車 OB 会という企画で参加したのだが、栗林選手に対して広島ファンが DM を使ってドラゴンズの番組には出るなと怒りの DM を送っており、監督にも内緒で出演していると本人は語っている。これは岡本異常やな。カープファンからしたらたまったもんじゃない。ライデル型球団のテレビに出るのと一緒。立浪、お前打ち来るんか。栗林が中日ファンだったのは有名な話だよね。この時はヒロトがドラ1だったから仕方ないけど、いいキャラしてるわ。素晴らしい引き抜きしてほしい。これでリリーフ陣は盤石や。カープさんありがとう。立浪さんもマシンガン系投しやすくなったね。マジレスしちゃうと、栗林さんがコンでも中日のリリーフって盤石なんだよね。一級品が揃ってる。最近の中日は金出すよ。ドラドラ情報局は、中日の現地情報や有益な情報を発信中です。チャンネル登録、高評価コメント、待ってます。